ネゲブ砂漠のアイがアベダットネゲブ砂漠の遺跡遊牧民の最大都市、ラハトネゲブはイスラエル南部の砂漠地方である。そもそもは聖書ヘブライ語で南の意。同国の行政上の南部地区の大部分を占める。日本ではネゲブ砂漠と表記されることが多い。総面積は1万3000平方キロメートル。西側では市内半島の砂漠と接し、東は ワジアラバを境界とし、逆三角形を形作っている。北部のベエルシェバが最大の都市で地域の行政府である。その南端はエーラート湾とリゾート都市のエーラートである。他の町としては、リモナ、アラド、ミツペ、ラモン、ラハトやテルシェバなどのいくつかの小さなベドウィンの町が含まれる。イスラエルはベドウィンの定住政策を進めており、定められた。 居住区外での居住を認めていない。そのため、イスラエルが自治体として認めない、非公認の村と呼ばれる、ベドウィンの村がいくつも存在する。非公認の村住民は、一切の行政サービスを受けられない。また、イスラエル政府は、住居や農作物の破壊といった、ベドウィンの強制排除を随時行っており、法制化も進められている。イスラエルは、十五の 非公人の村を破壊し、4から7万人のベドウィンを強制移住させる計画である。また、レビビムやスデー・ボケルなどいくつかの器物のユダヤ人入植地もある。校舎は、初代イスラエル首相のダビド・ベングリオンによって創設され、政治から引退した後の彼の住みかとなった。ベングリオン大学の本拠地でもあり、共に、 スデー・ボケルの隣のミドレ・シェット・ベングリオンに位置するヤコブ・ブラウステイン砂漠研究所やアルバート・カーツ砂漠研究国際学校などの施設がある。ネゲブ砂漠の都市ディモナの南東 13km にはネゲブ原子力研究センターがある。ネゲブには興味深い文化的もしくは地理的な特徴がある。地理的特徴としては3つの巨大なクレーター上の 侵食によるすり鉢型の地形が挙げられる。これは、この地域特有のマクテシムであり、マクテシュハガドル、マクテシュハカタンとマクテシュラモンである。天敵灌漑による農業が行われており、ブドウ農園とワイナリーがある。AB、経済比べてわかる、イスラエル農業の技術革新、水星後砂漠でワイン、 毎日新聞長官2021年1月24日、イスラエル破壊された村における、植林の停止を求める配信日、2011年2月2日、アムネスティ・インターナショナル2013年8月5日5時30分、更新イスラエル、ネゲブ砂漠のベドウィンを、強制移住、インターナショナルビジネスタイムズ、バネッサ・オブライエン翻訳者、加藤ひとみイスラエル。 エスプランツ・フォーサブリー・リーセトル・ネグル・ベデューンズ・プロンプツ・グローバル・プロテスツ・サンデー・1・ディセンバー20・2013-16.59 GMT ・ガーディアン・ハリエット・シャーウッド。ありがとうございます。